はい、2月です。2月です。あの季節です。2月？何ある？節分？なんて？節分？そう、豆まく季節ですよ。豆をまいて、うん、鬼に帰れっていう季節。帰る。服は入れっていうやつね。そういうこと、そういうこと。でも僕はもう一つそれより先に気になるのがあるね。うん、それより先にというか、それより先に起きる。うん、あれですよ。好きな子がチョコレートを男に投げ込んですよ。うん、僕らにとっては何それ。ああ、もう俺ごめん、マジで忘れてた。マジで忘れてた、それのこと。もう俺のタイムスケジュールになかった。君の中では、ああ、俺今年は20何個食べなあかんねんなって思ってたやろ。豆を20何個食べなあかんねんな、3日にって思う。恵方巻き、今年の恵方はどっちかなって思ってたでしょ。そうそう。そんな時僕は今年はチョコレートもらえるんかなって思ってたよ。あかん、俺大豆しかなかった、頭に。言ったやつな。君はそれでしょ。頭に入り豆しかなかった、うん、僕は違う豆から作った板状のやつが欲しかった。カカオの方か。そう、カカオの方。うわー、俺完全に忘れてた。 そんな頭全然なかったわ。まあね、そんなこんなで2月がついに始まってしまいましたよ。ほんまや。嫌やな、嫌やな。去年この辺でどか雪降ってんで、うん、あ、ほんまや。笑う雪降ってんで。笑うぐらい雪降ったよ。笑うぐらい雪降った、うん、まだ今現状、うん、東京、まあこれ東京で撮ってるんですけど、まし銀世界にはなってないね、まだ、うん、そうですね、全然全然、うん、まだ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 降ってはないよ、うん、ただ多分これが放送されてる今自分は、うん、きっとどこかしらが銀世界だろう。まあそうでしょうね、うん、まあ今の時点でもそうなんですから、うん、場所によってはね、うん、だからよっぽどからね、うん、なんだろう、なんだい、どうしてもタイムラグがあるのさ。そう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 、うん、2月ですよって言っても、うん、こう僕の中では、ね、収録だからさ、うん、僕の中ではね、うん、まだ何も始まってないよ、うん、1月頑張ったぐらいやん。頑張ったぐらい、うん、あと後半かなみたいな、うん、もう後半あるぞぐらい、もう一踏ん張りぐらいあるじゃん。あるか1月、うん、5日とは言えへんけど、そうそうそう、もう一踏ん張りぐらいせなあかんじぐらいの時間があるから、うん、どうしてもだからさ、うん、季節感のあることを言えへんかったりするんだね。そうなんだよね、うん、だから今こう時節柄のことを言っても、うん、放送される頃には、うん、結構過去のことになってますね。そうそう、だから前回、明けましておめでとうございますとは言えたの。言えた言えた、うん、でもさすがにさ、うん、成人おめでとうございますまでは言われへん。まあ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 な、うん、すごかったよ今年の成人式も。荒れたらしいね。荒れたのもあるけどさ、うん、もうみんな、でもさ、何を、森髪はブームじゃないらしいね今も。森髪、髪の毛をみんな盛るじゃない。ああ、そういうことね、うん、みんなね、今年はゆるふわが流行ったらしいね。女の子がゆるふわ、うん、ゆるふわの頭がね、ゆるふわの頭、うんうん、なんか髪の毛をちょっとこう、うん、そう、頭のゆるい子が流行ったの。うん、今の自分やな。ごめん、うまいこと言えへんわ。まあそのちょっとね、カールをゆるくしてみたりっていう、ちょっと、うん、なんていうんですか、そうそうそう、可愛らしさをアピールする。昔はなんかほら、夜の蝶みたいなさが流行って、そうですね、アゲハみたいな。もう僕らの時代はこ う, そ う, そ う, そう高く積んでなんぼみたいな。そうそうそう、それこそプリンセス天功さんみたいなさ、みたいな、オーロラテルコさんみたいな、こう極端な話がな、こう上にこう言うたら鉄腕のトモさんのなんでだろうの手の感じでこう伸びていく、伸びていく、交差して交差してっていう、そうそう、昆布みたいになってる状態の女の子流行ったけど、今年はなんかゆるふわっとしてなんかナチュラルな感じの成人式の女の子が多かったしね。うん、ああ、なるほど。もうね、あれがもう何年前なんやろうと思ってはあんな見ると、ね、うん、僕らあれですよ、もう言うて何年前とはあまり言いたくないけども、うん、数年前ですよ、うん、僕何してたかな、どうでした、そう、成人式久しぶりに行って、知り合いというかさ、中学校小学校の知り合いが来るわけじゃない、うん、地域だから、うん、どうだった、変わってるやつがおったやろ。ごめん、これ正直に言うていい、うん、行ってない。ああ、そうか。話が終わってない。じゃあ僕の話でしょうか。僕は行ったけど、その日バイトのシフトやったからすぐ帰った。あ、だからわ、懐かしいな、式終わったな、5時か行こうみたいな。ね、マジで中学のだから言うたら成人式なんか言うたら地元の友達でしょ、小学校中学校の時でね、仲良くしてる子とかマジで俺一人もおらへんの。ああ、はい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 、うん、だあれだね。で僕も言うてもさ仲良かったけど、うん、どっちかって言ったらなんていうの、陰キャラ的な子と仲良かったからさ、こう言い方悪いかもしれんけど、うん、そういう子と仲いいから、うん、やっぱその終わった後じゃあ飲みに行こうぜみたいな、うん、もう俺ら法的に飲めるやんっていうノリやん。そうね、そうね、だから行くとかこういろいろ算段を組んでるんですけど、うん、僕は完全にいやごめん、俺これから5時間ぐらいバイトせなあかんねんっていう感じやから、悲しいわ、うん、スーツ着たもんそのままバイト先行って、うん、まあ、店長に今日ぐらい休めばいいのにって言われてんけど、いや今日入ります、金ないんでって。だから本来そんな二人が成人式を語っちゃいけないんだよ。あなんでこの話題振ったやろうな。そ
そうやな、言うとあかんねんけどな、まあでもまあ人に聞いた話やと、うん、基本的に、うん、俺の地元の成人式は、うん、そのまま飲みに行く連中、うん、居酒屋の予約取ってるから飲みに行く人はこっちですよっていう連中と、うん、そのままアニメートに行く連中と、そのまま豚箱に入る連中3パターンに分かれるっていう。すごいな、暴れるやつもいい、はい、なるほどね、いろんなやつがいたわけだ。あ、でも一個だけね、おう、そうそう、面白いエピソードがある、おう、うん、それは後で喋ろう。 OK、 まあそんな感じで今年も第2回目、今年初めて第2回目のラジオ始めていきましょうよ。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。現代社会に土足で踏み込む、踏み込むからには全力で。20歳おめでとう、土足パッション。気分はいつでも欧米式土足パッション。ということで、まあ、遅ればせながら一応ね、20歳おめでとうっていうふうにね言うておきましたけれども、まあこの時間からね、青木さんが思い出したかのようにねタイムキープをしだしましたけど、そうです、iPhone 変えたの。うん、変えたよ。だいぶ前やで、でも言うて。そうっけ。でもね、なんで今さら iPhone5 にすんの。いや違うんですよ、この時に6にしようとしたのね。今ね流行りの曲がるやつですか。そうそう、曲がるやつ言うな。曲がるやつですか、やつにしようとしたんですよ。でもその時にまあいっぱいねあって在庫がないんですよ。ああ、まあね、人気あった時、そう、人気あった時やし変えてすぐやから。うん、でもまあなんとかないかな、じゃあ 5S はありますかと、まあ1個前ですけど、 5S もないんですよ。何がありますか。逆に5あります、5かと思ってまあでも割れてる画面よりはいいかな。まあね、俺だってより今5の契約期間が終わったから、うん、今6に変えようか迷ってるところで、ね、そうでしょ、君はでしょ、うん、僕はその時分から5を始めたから。ああ、そうよね、うん、だからどうしようかなって悩んでたら、ちょっとこう狙いすましたように、今なら iPad つきますよって言われて。そうよね、じゃあそれで、まあ問題がないならいいですよ、うん、タイムキープさえできればそれでいいですよ。まあね、まあね、読めればね、時間読めれば、はい、まあまあ新しい時代ですから、はい、これからね成人を迎えた方にも新しい時代を担っていただければなと思います。うん、す、僕たちはもう早々にドロップアウトしますので。うん、そろそろ限界来てるからね、はい、そろそろもう限界ですね。なんで限界かって、あなた、僕はもう腰がダメだよ。そうなんですよ、うん、もう年明け大変だったよ。大変、2月入って言うことじゃないけどさ、ね、年明けからあなたぎっくりですよ。そうですよ、再発しまして。そうですよ、私喘息ですよ、うん、再発しまして、再発しましてだから君は病院に運ばれたじゃない、病院にベッドで寝てたじゃない、ぐっすりね。僕はげ限界を感じて家から一歩も出られへんから自分のベッドで寝てた。そうですね、ずっと、もうまた立てへんようになったかと。本当にね、いろんなところに多大な迷惑を、ね、そうですね、いろんなところね、申し訳ない、この場を借りて申し訳ない、申し訳ない、はい、誰も聞いてないけど申し訳ない、申し訳ない、うん、ごめんなさい。まあ、君はでもね、なんとか運よくちゃんと自分でね、うん、処理できて、読んで、うん、来てもらって、そしてもらって、運ばれて寝て、僕なんかあれだよ、痛い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 って周りの人が、大丈夫大丈夫、現場で大丈夫、大丈夫です、帰ります、すごいよね、現場でなったんよね。なったなった。でもその時の仕事はちゃんとやった。あ、そうなの、すごいと思う、自分すごいね、全部ね、アップまで全部やって、おお、すいません、先出ますって中で座っても痛いやん、立っても痛いやん、どうしようと思って、もうとりあえず極力動かへんしようと思う、うん、電車やから揺れるじゃん、アドレナリン出てるからね、もうその仕事中っていうのはね。そうそうそう、今必死で当てたって家からやっと家に着いたら一歩も動けない。新成人の方もね、こういうことが起こるんだよと、うん、20歳超えてそこそこなると思うね、そうだよ、ガタガタなるよっていうことでね、気をつけていただければなと思うんですけれども ね、まあ、新成人ね、やっと大人の仲間入りになった人にこんなこと、今も希望もないこと言うのもどうかと思うけど、そうそうそう、まあまあ、まあ、大人の階段ですよ、大人の階段、まあみんな登っていかなあかんねん、登っていかなあかん、登っていかなあかん、登っていって、ほんでいろいろこう経験して、ほんで俺らみたいな、えらいことやね、えらいこっちゃで。しかもね、俺さっきね、オープニングの方でさ、うん、いやいや、でも思い出した一個面白い話あんねんって言うてもたやんか、
面白い話あんねんって、なんで自分でハードル上げたんやろと思って今もう自分でもう今言うの嫌になってんねん。こんなのあんねんってみんな、うん、自分で頭回らへんようになるから。そうそうそう、思ったこと言うたら後で後悔する。言うてる、だから言わんとく。言わんとく、言わんとくわ。言わんの、言わん言わんの。じゃあ分かった、じゃあ面白くない話としてそれをしよう。面白くない話として、面白くない話として言えばいい。まあまあね、面白くない話としてってひどいけど大丈夫それ、放送コード的に大丈夫。大丈夫じゃばない。大丈夫ばない、大丈夫ばない、俗に言う大丈夫ばない、うん、うまいこと濁してやるわ。まあでも大丈夫、このラジオやったら何喋ってもいいけど、うん、あのね、うん、あれなのよ、なんかでもこれ俺立ち行くに言ったことあんねん。おう、ない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 。あのね、成人式にね、その、はい、すっごい可愛い女の子がおったらしいの。おうおう、聞いた話、ものすごい可愛い女の子がおって、ね、すごい話題になったらしいの。おい、うん、なんかその美女現れ的な、美女現れ的な、よく聞く、あんな子おったけみたいな、はい、あんな子おったけって言ったその女の子が、うん、どうやら俺を探してた。おお、うん、お、成人式に来てない俺を探してた。おお、うん、あら、それちょっとドキドキするじゃない。そうね、なんでよ。一応だからなんやろなんやろと思って後から聞いたら、聞いた、どうやら初恋の相手は俺やったらしい。でもお前あれやろ、行ってないの。行ってない、行ってない。お前あれやで、そお前それは紳士的じゃないわ。だって知らぬところで女を2回振ってんねやろ。そうやで、お前お前ちょい悪やな。ほらほら、小学校の時ってさ、あちょい悪やお前黙れや。小学校の時ってさあれやんか、隣の席の子と手つなぐやんあ、まあ、なんかそういう集団行動で歩くときさ、ぶどう狩りとか行ったろ。あったあったあった、小学校のときに天王寺動物園行ったろ。まあお前はな、お前はな大阪にあるんですよ、天王寺動物園っていうね、はいはい、小学校1年生が絶対行く遠足の大阪、うん、広島の原爆ドームとか行ったろみたいなね、うん、そこで手をつないで行くんですよ、はい、横のね、コート、うんうん、でそこでギュッと手をつないだときに、うん、好きになっちゃったらしい。なるほどね、小学校のときによ。はいはいはい、別にずっと俺のことがつかず離れずっていうわけじゃないけど、うん、くっついて離れへんってわけじゃないけど、うん、基本的にはやっぱさ、初恋の子って覚えてるやん、ドキドキするしな、うん、それで探してくれてたっていうことらしい。なるほどなるほど。でもちょっと待ってほしいなと思ったの。おー、なんでよ。俺さ、うん、小学校の時に、うん、隣のクラスやった子って、うん、隣の違う隣の席やった。あーごめんごめん、小学校の時に、うん、隣の席やった子って、うん、男の子。おう、おう、うん、おちょっと急展開ね、急展開ね。お隣の亀井松島くん亀井松島くんやね、うん、松島くん、あれ松島くんやったよなって。で小学校 1年生2年生の時って言ってたから、うん、基本的に小学校3年生になるまでクラス替えなかったから、まあまあまあそうやな、ずっと松島くんのはずやね。そうやな、うん、あれあれと思って、あれでもそれはまあまあでも、まあ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 、しかも美人って噂のやろ、うん、噂になるぐらいの、うんうん、そっから、はい、まあ流れてきた、またまた風の噂ですけども、はい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 、松島くんが松島ちゃんになってるらしいのね今ほう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 、うん、それはあれですか、こうなんていうんですか、大改造した、大改造されただいぶの大改造されたそう。あのね、まあ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 ぶっちゃけて話すと、うん、松島くんはね、亀松島くん、亀松島くんめっちゃ綺麗やった松島くんね、松島くんは、はい、今俺も動揺してもってるわ、うん、成人式の日に、はい、振り袖で来たわけですよ。おでもめちゃめちゃ可愛くなってるわけ、うん、こうだから女性ホルモンとかも売ってっから、うん、なるほど、もともと男性やったけど、うん、だからちょっとおっぱいも大きくなってるし、うん、結局振り袖も似合うの、はい、でもともと細身の子で小柄な子やったから、うん、まあそれも似合うのさ、まあ可愛いね、うん、顔も中性的やったし、うん、でどうやらその手をつないでね、小学校1年生の時に一緒のクラスで隣の席におった俺のことがすごい好いてくれてたらしいのさ。なるほどなるほど。今思えばよ、うん、確かに、うん、松島くんと手つなぐ時、うん、恋人つなぎやったの俺らだけ。こういう感じ、ギュッてしてた、俗に言う貝殻つなぎやった、貝殻つなぎ、あああれは確かにそうやなって思って、ほんでブドウ狩り行ったって言ったやん、うん、松島くんしきりに俺にブドウあーしてくれたのよ。おおう、仲いいだめっちゃ仲良かった、仲良かった、
今、まあ、仲良かったなっていうのも最近思い出したんやけど、はいはいはい、それであって思い出したんやけど、うん、でそんな松島くんが、うん、成人式で振袖で来た時には、うん、まだあのおちんちんついてたんや。なるほど、うん、まだまだあの改造途中やったよね、改装中やったよね。そうそう、まだ改装途中で、うん、要するにおっぱいは大きくなったけど下はまだついてるっていう状態やったの。あの、なんていうんですか、チューブラリな感じというか、うんうん、でもその年に、その年の暮れに、うん、直近しに行った。なるほど、うん、なるほどね、うん、で、今はもうあの、うん、完全に女の子になって、おお、完全に女の子の体になって、あの大阪でいうところの北千住ですかああいうところで今ちょっとあのママをやってるみたいな、っていうところもね、はい、あの告白されましたよね、本人に。本人に。あ、そうなの。成人式の後でね、会うたのよ偶然。おお、うん、その時に、うん、じゃ直近してくるのっていうのはそこで聞いた、うん、あ、そうなの。お前いっぱい衝撃の事実やったよな。いっぱいだからてんこ盛りすぎて、だから成人式行ってたら俺もう頭パンクするやろな、うん、まあだから次の日会ったやつはどうしたこうすけと、うん、言ってたでしょ。はあ、それはいろんな事実が発覚すると怖いね、うん、へえ。まあさっきも言ったけど風の噂だけで終わらせるんじゃなくてちゃんと会って喋ってよかったなと思う、うん、まあまあそれはね、うん、まあまあ言う、ね、ありがとう、俺もこんなことしてるんや、応援してねってギュッてこう、これは恋人つなげじゃなくて普通に握手をした後に俺は東京に出てきたから、ああよかったよかった。まあそういうとこを聞くとちょっとホッとするよね。ホッとするよね。なんか未だに好きみたいなさ、なんかちょっと危ない感じかなって俺は期待というか。あ、でもね、成人式の時点でちゃんと彼氏、彼女、彼氏、彼氏はおるったみたいな。あ、彼氏はいた、うん、おお、なるほどなるほどなるほど。きちんとした彼女がおったみたいよ。きちんとしたのが、ね、うん、きちんとしたのが。だからでも、あるんじゃないですか、やっぱり今年もそういうドラマがあったんじゃないですか。なんか久々に会う人に実は初恋の人だったのっていう、うん、なあ、そんなんあんのかな。そんなゲームみたいな世界があるんじゃないですか。腹立つな。そうなんですよ。そう考えたらちょっと暴れてもらってもいいかなって思うよね、新成人。謹慎だけど。まあでもね、こんな大人になるとは思ってなかったですよ、ね、子供の頃はね、はい、子供の頃はね、僕はだってね、二十歳超えたら冒険に出るんやと思ってたから。思ってた思ってた、うん、16、17ぐらいからね、いつか、うん、あの神様からお前はこういうやつだって、そうそう言われると思ってた。朝お母さんに起こされて今日あなたは旅立つなって言われるんだ、どっかで聖剣を見つけるんやと思ってた。おやおやっていうね、うん、なんでしょうね、もしくは近くの変なおじさんから玉三つとかどれがいいって言われて、そうなると思ってたよ。選ばされてね。だからね、もう俺は中世の世界にタイムスリップなのかな、ポンって飛ばされて、基本的にパッて目が覚めたらちょっと青がかった髪になってて、うん、青がかった髪に赤い鉢巻みたいな、よくわからない額当てみたいなのをしてて、革、うん、の何なの、その何の役に立つの、風よけなのっていうようなマントをして、うん、ちょっとそれどこの守ってんのみたいな鎧を着た上で、うん、刀を刺して世界を守るんやと思って、絶対ほんで吊り橋の上で一回は戦うんやろうなっていう。大体どこの話か、大体俺は分かるよな、うん、大体そういうさ、ゲーム、RPG 系のゲームって吊り橋の上で一回戦うんだよ。そうだね、そうだね、うん、ね、まあいろんなゲームやりましたけども、やりましたね、僕らもそういうゲームの主人公になりたいなとは、なりたいなっていうか、なりましょうよ、なりましょうか、未だにまだ中二の俺、未だに呼ばれると思ってる。俺もそう、なんか突然ワームホールみたいなできて、こう吸い込まれて気がついたら変な草原にいて、あれここどこってなったら、よく分からへん白い馬に乗ったお姉さんが、あなたは誰だって言われるんですよ。パカラッ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 、でそのまま異国の衣装を着て、見てていろいろこうなんかやられて、なんかあんねんな、選ばれし、選ばれし、まあそういうね、名作がね、RPG の王道といえば、僕の中ではドラクエかな、ファイナルファンタジーもあるよね、割る、うん、割るってお前ある、ファイナルファンタジーもあるしね、まあ大体ね、そういうね、ゲームっていうのがいろいろあったんですけれども、うん、まあでもこういうね、メジャーじゃない隠れた名作っていうのもあるんですよ。ある、おお、確かに確かに確かに、ゲームやってるでしょあんた。やるね、うん、ちょっとね、すごいやる、はい、こういうゲームとかね、隠れた名作についてね、今回は語っていければなと思います。はい、ぜひぜひ聞いていただければと思います。またまたね、まさか成人式の方からこんな風に言うかなとか、そうね、はい、頭の中中二やった、そうやな、成人の皆様に聞いてもらいたくない番組です、ね、そうです、はい、25過ぎても学生気分、土足ファッション。一旦ブリッジ挟みます。おいおいおい、ブリッジ挟みます。はっきり言ったけど、ええ、はい、取っていきたいと思いますけれども、うん、まあゲームということでね、ええ、まあいろんなゲームやりましたよ。した、最初に家にあったゲームって何？俺ね、うん、スーパーマリオ。
あースーファミ、スーファミ、スーファミのこれ多分その当時、まあ僕の、ね、年齢がバレるからあれなんだけど、うん、その当時の、まあ、家族でね、うん、4人でこうドライブをしてたわけですよ、うん、親父が突然ね、うちもそろそろスーファミ買うかって言い出したんだよ今の子、わからんね、はって思うやろ、うん、でもあの当時、うん、スーパーファミコンって、はいはい、言うなれば家にパソコンが来るぐらいの、あ、まあ、今で言うとね、まあ、まあそうね、うん、親父が突然家になかったパソコンを買うかって言い出したら今の子、あ、パソコン買おうって思うやん、うん、やったうちもついにパソコンって思うやん、はいはい、うん、それと同じぐらいのレベルで、あ、親父が突然車を運転したから、うちもそろそろスーパーファミコン買うかって言い出して、うん、マジかと。でももうあれでしょ、うん、お父さんもスーパーファミコンがない家っていうのが珍しい家ってのに気づいてたんでしょ、多分、うん、やと思うのよ。てかもうその当時流行りやったから、うん、で多分そのなんていうの、会社でも同僚の人にね、息子さん、はいはい、娘さんいるんやったら交代やったらみたいな、うん、言われたんだ、喜ぶんだよっ って言われたんだよ、うん、でも俺と姉ちゃんからしたら誕生日でもクリスマスでも何でもない日に、うん、突然あんな高価なものを、ね、買うか、もう車内大混乱というか大興奮ですよ、うわーよっしゃー思って、あー、なるほど、でもそこで多分うちの家庭おかしいんやろうな、やったお父さんありがとうとかじゃないの、うん、お姉ちゃんも俺もそうやな、そろそろうちも買った方がいいと思う、天の尺かそう、よく分からへんことを言ってた記憶がある、そうやね、うちもやっぱあった方がええと思うねんみたいな俺らめっちゃ欲しくて思ってた、私も思ってたっていう、そう、なんか親父に同調しようと思っちゃって、ね、やったありがとうじゃなかった記憶が、ね、でですね、うん、まあ、今回ね、まあ、ゲームがね、こうゲームのお話しようよって言った時にね、うん、ちょっとまあ今回はね、1枚噛んでくれてる方もいらっしゃるので、おうおうおう、まあ、今回ですね、まあ、ゲーム、はいはいはい、まあ、スーパーファミコンですかね、うん、まあ、家にあるっていうのは、まあ、世代的にはまあこの人も変わんないんですけど、おうおうおう、はい、まあ、今回ちょっとゲストに来ていただいてるので、ちょっと参加していただければなと思うんですけど、なるほどなるほど、はい、ゲストで急遽来ていただきました、女優のなるみなのかさん、はい、なるみです、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、はい、はい、なんかね、さっきちらっと別の仕事でラジオを撮ってまして、 そうですね、その流れのまんま、はい、はい、参加していただけるっていうことだったので、ありがたい、なんか急遽さっき決まりました、ね、はい、今回ね、ちょっとね、なんか過去の名作、隠れた名作ゲームについて語ろうっていうね、うん、いいですね、回なんですよ、うん、はい、どっちがいいですか、過去の名作ゲームについて語るか、自分の成人式について語るか、どっちがいいですか、そうですね、今過去の名作と即答でしたね、成人式はちょっとね、即答でしたね、うん、いろいろと、はい、わかりました、はい、まあまあ、すいません、すいません、はい、はいはい、なんか過去の名作っていうことなんですけど、さっきスーパーファミコンの話題が出てきたんですけど、うん、はい、スーパーファミコンはお家にございました、ございました、はい、ただうちの場合、スーパーファミコンがもう流行りだした時期に、うん、私小学校だったんですけども、うん、父が急にスーパーファミコンが流行ってるこのご時世に、うん、なぜかファミコンを買ってきたんですよ、おうおう、なんか職場の方にそうそうそう、ファミリーコンピューターの方、ね、そう、そっちの方、うん、職場の方に、うん、やっぱり今の時代持ってないと困るみたいな、子供が、うん、持ってるのが当たり前だよみたいなこと言われて、まあ、若干だから俺と被ると近いものが、でそれで、あ、そうかと思っておもちゃ屋に行って買ってきたらしいんですけど、うん、なぜかファミコンという、あ、だけど、まあ、うちはそういうのがないから嬉しいわけですよ、まあ、まあそうですね、でもやり込んだというね、あればやっちゃうよね、そう、でその後、まあ、ちょっと経ってからスーパーファミコンがプレステが流行りだしたから来たというね、あ、はいはいはい、なるみさんの家では1世代遅れるんですね、ただその分ソフトが安かったです、あ、そうね、そう、例えばそのジャスコとかでワゴンで投げ売りされてんだジャスコ言うな、ジャスコ、今イオンまあそうですよ、そうですよ、一世代ね、前のゲーム機は次世代ゲーム機に比べてもう安いんですよ、そう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 、うん、ビット数が追いついてないんやろうな、もうお家が、うん、まあでも64ビットの時に8ビット来るわけで、16ビットの時来るわけでしょまあ遅れて64とかね、徐々に、はいはいはい、64もやったね、やったね、グリグリしすぎて俺手のひらの手相ちょっとなくなったもんここのとこな、手の甲、手のひらの下の方な、あったあったあった、まあ、ちょっと名作、まあ名作、名作、名作、はい、そうですよ、土足ファッションゲーム名作劇場ということでですね、はい、はい、まずなるみさん、じゃあその、はい、ゲームやり込んでらっしゃると思うんですけども、あ、まあ、それなりに、それなりに、はい、はい、なんかね、譲れへんっていう名作あります？
まあ一番はパネルでポン。パネルでポン。っていうあのまあパネルゲームがありまして、あのヨッシーとかでリメイクされたのが有名だと思うんですけども、それの一番最初のやつがスーパーファミコンで出てたんですよ。あの妖精たちがドラゴンとかと戦うっていうストーリーなんですけど、なんか名前、名前とはだいぶストーリーが壮大ですね。パネルを使って、パネルを使ってその入れ替えてパズルをしていくっていうやつで、うちの家族はハマったんですよ。 なのでもう帰ってきて家族が揃ったらとりあえずパネポンってことで、ショックだったのが友達が遊びに来るじゃないですか、何これって言われるんですよ。誰もパネポン知らないんで、それでこういうゲームだよって見せるじゃないですか、弟と私が対戦して、そしたら早すぎて分かんないって言われて、結局家族内でしか遊べなかったという。もう言うたら、まあ、パズルゲームの王道って言ったら多分プヨプヨとかになる。まあもう普通はテトリスプヨプヨとか、うちはプヨプヨとかテトリスが来なくてパネポンだったの。なるほどね。ジャスコのワゴンの投げ売りスタイル。ジャスコはええわ。ジャスコのワゴンにどんだけ食らいついてんねんそこ。鳥取にとってジャスコは都会なんだよ。あ、鳥取出身ですもんね。そう、鳥取なんです。うちもあれやったもん、あのばあちゃんちが鳥取やったから、あいつらね、あいつらって言ったら悪いけど、はいはいはい、あの人が断ることにジャスコ行くぞって言い出すのよ。イオンになってもジャスコって言ってるから。言ってる北ジャスコは北ジャスとか、ね、なんなんやろな。だもう言うたらもうあれでしょ、あの鳥取のジャスコイコールもう東京のオリエンタルランドみたいな。まあまあそんな感じ、そんな感じ。テーマパーク的な、テーマパーク的な。で、あとはライブアライブ、知ってます？なんか聞いたことあるな。いやー、僕知らないですね。あのスクウェアの時に発売されたゲームなんですけども、はいはい、まあ時代で言ったら、まあ、スーパーファミコンでスクウェアが頑張ってた時代ですよ。頑張ってたし、頑張ってたし。で、あのまあどういうゲームかと言いますと、まずストーリーが7つあるんですね。最初7人の主人公から好きな主人公を選べるんですよ。でその 7人の主人公にそれぞれストーリーがありまして、はい、しかもその主人公たちのキャラクターデザインを当時の少年サンデーの漫画家たちがそれぞれ担当してるという豪華な。やっとすごいすごい。今でもその割と根強いファンはいるんですね。音楽が良くて、はいはい、であのストーリーも、あ、そうだ、あのその7つのストーリークリアすると、うん、8つ目のストーリーが出てくるんですよ。あ、か隠しストーリー的なシークレットストーリーが。はあ、もう結構皆さんご存知の方が多いと思うんで喋っちゃうと、うん、でその8つ目のストーリーが、うん、まあ、勇者が魔王を倒しに行くっていうストーリーなんですけど、おどおど、まあ、うん、壮大なもう悲劇が起こるわけですよ。悲劇が。で、8つ目のストーリーでその舞台になったりとかなんですけど、まあ、おすすめはあの武器を作ったりとかできるんですよ、はいはい、でこれ あんまり作り込まなくても普通にクリアできちゃうんですね、うん、なるほど。なんですけどやり込んで武器を作っていくと、うん、どんどんすんごいえげつない強い武器が作れるわけですよ。でさらにアイテムの持ち越しはできないけど、うん、装備品だけは持ち越しできるんで、あ、頭から、はい、あの下まで全部武器を装備しておくわけですよ、うん、えげつないの、はいはいはい、そうすると最終編のクリアがあのみんなね主人公が集まってくるんで、うん、最終編のクリアがすごい楽という。あ、全員そのめっちゃ強い装備のままお久しぶりに続きたら、そう、それを分配するんです。そう、これお前、これお前、そう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 、分けようぜ分けようぜ、そんな感じで、ガッチガチに固めてよし行くかと。まあ、あのクリアの仕方はいろいろあると思うんですけど、うん、私ダンス習慣してるんですよ、うん、で一回それを忘れてそのまま行って、うん、なんでこんなクリアできないんだろうって思ったら、武器を装備してない、作ってないと思って気づくんですね。そう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 、何回もやってるとストーリー上分かっちゃうから、いろいろ飛ばしてやっていくんだよね。行っちゃうとみたいなのがあるんですけど、ちょっと喋りすぎたかな。でもすごいですね、はい、ライブアライブ、まあ、現代編があるっていうことは多分、はい、まあ、原始中世とかも多分あるんでしょ。 ありますね、そういうことなんでしょ、未来とか、はい、未来とかっていうことになると、やっぱスクエアってもちろんファイナルファンタジー有名なんですけど、うん、俺スクエアですごい好きなゲームで、うん、クロノトリガーっていうゲームがあって、うんうん、あるあるある、あのゲームもね、中世原始からいろんな現代未来に飛んだりする、できるできる、はい、ああいうだから基本になってるのかもしれへんね。かもね、なんかああいうのなんかもう先輩特許じゃないですか、そうです、クエアさんの。そうそうそう、なんか多分それから始まったんでしょうね、いろんなこう、なんていうんですか、その後に出たゲームとかでも言うなればそのキャラクターごとのストーリーを作るっていう、はい、一人一人にこうスポットを当てるようなゲームのシステムっていうのが多分どんどん生まれてきたのがこれなんじゃないですかね、はい、うん、ちなみにその隠れた名作ゲーってことなんですけど、うん、お二人は何かあります？あ、僕ね、先ほどもさっき言った別にスクウェアさんの回し物じゃないんですけどないけども、はい、あのね、デュープリズムっていうゲーム、デュープリズム、スクウェアさんの作った昔の、これはね、多分ね、知らんと思う。
知らんの？大体知らんと思う。あの、ね、これはもうアクション、アクションゲームなんやけど、はいはい、言うたらもうそのスクエアさんのお得意のね、はい、あのちょっと言うたら俺の中のイメージでは今でこそスクエア、エニックスっていう感じで、まあ2つのね、はい、もともとはエニックスっていうのがあのドラクエを作ってて、あのスクエアさんが FF を作ってたじゃない、はい、で FF っていうのはあの RPG の中でも SF に特化した感じかなと思ってんの、うん、そうですね、そうです、そうです。でドラクエっていうのはちょっとファンタジーな感じの冒険ものにちょっと特化してる王道のねですけども、それをうまいことねあの合わさったのがスクエアエニックスなのかなって思ってるんですけど、その中からスクエアの SF チックなところに、うん、スクエアなりのファンタジーの要素を足して魔法であったりだとかを足してアクションゲームにしたものがビュープリズムかな。なるほど。そうなんですよ。これもあのまあマルチストーリーっていう形で。どんなストーリーなんですか？キャラクターとか。あのね、あの男の子、まあ男の子で、うん、あの主人公ルーっていう男。はい、この男の子はなんか不思議な力を持ってる男の子で、うん、はい、あの、はい、基本的にこの子は近接です。斧を持ってるんですよ、はい、で斧を持って敵を殴って倒していくんですけど、あの敵のねデータをなんか CD みたいなね、あの意思、特別な意思があって、うん、それを手に入れることによって、うん、敵に変身できるんですよ。おお、でその敵の特殊能力が使える、ちょっとロックマンみたいな、カービィとかもね、カービィみたいな、そうそう、コピー能力的な、コピー能力、はいはいはい、姿形もその敵になるっていう、え、それは何回でも差し替え可能な？そうなんです。その敵、ただあの一番最初に最後に倒した敵のデータが、はい、あのクリック、あの上塗しされていくんですよ、上書き、ね、上書き保存されて、うん、あ、はいはい、だからそこをクリアするにはだからあの空を飛べるキャラクターが必要ってなったら、そのキャラクターを倒しに行ってそのデータを落として持って帰ってくる。じゃあその何個も選べるわけじゃなくて、そうなんです、そのいちいち倒しに行かないといけない、行かないといけない、更新されていくんですね、どんどんデータが。はぁ、まあ、あの、あとは女の子のキャラクター、ミントちゃんっていう女の子、はい、これはあのほんまにわがままなお姫さん、はい、はい、それこそあのドラゴンクエスト4のアリーナ姫ちゃん、はいはい、私の世界、だってその女の子世界征服が夢なんですよ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、え、勇者の一行なんじゃないの？勇者の一行なんですけど、あの、うん、夢は世界征服って公言しちゃってる。おー、はい、ずいぶん暴君だね。世界を私のものにするためにみたいな感じで、城をぶち壊して出ていく。もうアリーナ様じゃないですか。でもアリーナ様ほら基本的に殴ることしかしないけど、まあね、はい、あのこの子はもう魔法使いで、ああもっとタチが悪い、タチが悪いね。そう、魔力まで行使されるとちょっとタチが悪い、はい、まあ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 、話し始めると尽きないんですけどね、かなりね、はい、あの名作、まあこれもねなんかね、あのニコニコとかなんかそういうあのニコニコ百科事典みたいなのあるじゃないですか。あの、ニコニコとかのタグで隠れた名作芸でしたっけ？そうなんです、そうなんです。みたいなタグありますよね。ちょっとあやふやですけど。あれにバッチリ入ってますね。うん、あ、そうなんだ。へー、いろいろそういう隠れた名作があるわけ。うん、え、青木さんなんかないんですか？僕ね、ちょっとみんなお二人が何ですか？ファミコン、スーパーファミコンとか、はい、ちょっとそういうソフト系だったの。僕ちょっと若干それよりも上行った現在。ちょっと近代的な。まあ、近代って言ってもゲームボーイのソフト、あ、はいはいはい、あのゲームボーイアドバンスってちっちゃいカートリッジのゲームあったじゃない、ありましたね、あれで出てた黄金の太陽、はい、ああ、当時すっごいちょっと流行ったじゃないですか、うん、黄金の太陽シリーズがものすごい好きだったんですよね、はい、あれはね、名作でしたよ。ちょっとご存知ない方もいらっしゃると思うので、うん、ちょっと説明をね、ね、まあ、簡単に言うと主人公たちが、はい、あの世界に点在するクリスタルを奪還していくというお話、ちょっとファイナルファンタジーの最初の頃と近い、うん、ちょっと近い感じなんですけど、はい、あのなんていうんですか、その肝になるのが、はい、魔法があるんですけど、はい、魔法を使うために精霊の力が必要なんですよ、はい、でその精霊っていうのが世界各地にそのクリスタルが奪われたことによって、はい、解放されて世界各地にこう散らばってしまっている、はい、だから自分に合った属性のものをつけないと、うん、主人公たちの真の能力が発揮できない、でいろいろそれを見つけながらボスを攻略していくっていうシリーズというかお話なんですね、うんうんうん、はい、あ、ところでお話中申し訳ないんですけど、うん、気づきました、うん、さっきからコウスケさんが一言も発してないんですよ。そうなんですよ、コウスケ君がね、なんで…あのね、彼はこういうとこがあるんですよ、はい、ゲストが来るとすぐに投げ出すんですよ、はい、今はあのちょっとお手洗いに行きまして収録中にこっそりそこそこっとこそこそこそっと抜け出してお手洗いに行っちゃって、そう、2人2人だとね、彼は喋らなあかんからいるんですけど、はい、ゲストが来ると、でゲストと僕が絡むと、はい、すぐにどっか行くんですよ。行きましたね。
前からそうですよ。彼は私前にそのこの土足パッションの前にお二人がラジオやってたじゃないですか。その時に一回ゲストでお邪魔させていただいたんですけども、そうですあの時もね、なんか自由な、彼は自由でしたよ。僕と成美さんがお話ししてる途中でグミを食い出したからね。そうそうそう、入る音入るって言いながら、うんうんつってずっと、はい、おかえり、もう帰ってきてるよ。おかえり、はい、ちょっと前の段階でもう帰ってきてたよ、もう、うん、言わんかったらバレへんかったものをなんでそれをリスナーの皆さんに公言するかな。ちょうど話の切りが良かったからね。そうなの、ちょっと待ってね、トイレの電気あの消し忘れてから一回もう一回消しに行ってくるから。ちょっとあのね、彼のねこういうところをちょっとリスナーの方にもねあの示しとかないとね、僕がなんかいつもあのできひん人みたいになってるんですけど、あれだからね、基本的に僕は君をストッパーとして、君のストッパーとしているんだよ。そういう暴走を止めないといけないからね。ただ君はもうに僕がストップできひんタイミングで行ったから、ずるいよね、そういうとこずるいよね。すっきりしたよ。下の方がな、下の方がな、すっきりした。であの黄金の、そうそう、君がもうこれだけ終わった、終わった。あ、じゃあ後でゆっくり聞くわ。君が黄金の何かを出してる時に僕は黄金の太陽の話をしてたよ。何を言うとんねん。な、最悪やな。名作を汚すっていうのはこういうことよ。いやいや、まあそうだ、でもね、名作のゲームっていうのはいっぱいあるんですよ。いっぱいあります、はい。あのもう本当にだってあのハードだってさ、プレステでしょ、プレステ2でしょ、64なんかも面白かったさ、ゲームキューブなんてのもあったさ、あったさ、PC エンジンなんてのもあった、ありましたね。セガサターン、ドリームキャスト、そうなんですよ、そうなんです。僕はね、ドリームキャストを忘れない。あれは名作、ドリームキャストが名作やろ。名作、ドリームキャストが名作、ドリームキャストが名作、名作、はい、ほんまに俺の中ではね。ソフトじゃなくてね。そうやで、何のゲームが面白かったかって言われたらちょっとよく分かれへんけど、ドリームキャストという存在、あれがすごかった。あれはね、攻めたね、セガさんね。そうなんですよ。で、最近なんですけど、僕もね、あの昔のゲームってなかなかもうできないじゃないですか、なかなかね。最近なんて言うんですかね、プレイステとか PSP とかでも昔のゲームができるんですよね。あるあるある、ソニーバーみたいな、そう、ソニーさんのね、そのサイトというかで、ゲームアーカイブっていうのがそうなんですよ。そこでいくらかそのお金をカードとしてね、プリペイドすると買えるっていうシステムで、そうなんです。あれで俺は PSP で名作ソフトを何本やったか。ああ、やってるんや。った俺ね、ほんま最近知ったの、あれができるってこと。すごいよ。だからデュープリズム、さっき俺が喋ったやつが、もう廃盤になってるから、ていうかもうネットとかやとすっごい高騰してたりするから、もうプレミアがついてるからね、それもでもね、プレステとかの PS とかでちゃんとできるみたいな。できるんです、もう一回やり直したいなって思っちゃう、あれはね。でも名作というか、もうやりだしたら止まらへん、僕は。でもね、僕ね、悪い癖なんですけど、そういう名作が懐かしいなって、いやもう一回やりたいなって思うんですよ、でもう一回やりたいなっていう欲が抑えられなくて、YouTube とかでエンディング見ちゃうんですよ。わかる。プレイ動画見たり、ね、プレイ動画見ちゃったりとか、エンディングの最後までマルチエンディングでいろんな主人公、言うたらもういろんな主人公といろんなヒロインがくっついて、いろんなエンディングがあるっていうやつで、12人のヒロイン分全部見ちゃって、もう満足してる。はぁ、よかったなぁ、ご飯食べようみたいなね。わかるわかる。まあでもゲームしだしたら仕事できなくなっちゃうね。仕事できなくなる。そう。最近なんか僕なんかもう言うたらもう抱っこのツアーとかさ、ほんまに家を留守にすることがすごく多いから、もう携帯ゲームぐらいでしか、携帯ゲームですらやる時間がないのに、そんなやりだしたら君家から出ようになるよ。そうだよ、だからね、ビータ買うかも。どういう、嘘やろお前。ゲームアーカイブのゲームがしたいがために、ビータ買っちゃうかも。つなげやすいように、家にプレイステ3があるとにも。ああ、お前はだ、家でできんからやろ、家にいるよりもツアーズホテル回ってる方が多いからやろ。ビータ買うかも。うわ、もうコータ教えて。やるわ。もうコータら、コータらお前のあれや、 3DS 俺にくれ。でね、なるみさんがね、さっきほら昔のラジオを僕らのフェスで聞いてくれてたって、言うてましたね、話をしてたじゃないですか、はい、あのね、僕ね、一個タレコミがあるんですよ。タレコミ、何ですか。青木さんへのタレコミがあるんですよ。あ、それは俺へのタレコミって何。言うたらね、青木さんと、僕がよく仕事場で行ってる現場でね、まあ、青木さんがだから基本的にその時担当で、MC がなんか担当してくれてて、で僕が別日にね、そこで担当してるっていう、結構曜日ごとまたいだりとかして、そこでやってるんですけど、
基本的にだからね、その相棒を務めてくれてるその MC とかをしてる時 で、うん、で基本的に一人じゃなくて、あの男ともう一人女の子っていう形で MC 回したりするから、うん、はい、なんかね一緒にその仕事をしてくれてる女の子からタレコミが入ってきまして、はい、青木さんって普段どんなんなんですかって俺に聞いてきたの、はい、仲いいですよね、まあ、仲いいでって、まあ、学生時代から一緒やし、もう10年ぐらいになっちゃうからねっていう話を、はい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 、そうですよね、なんかね青木さんこの前ね多分機嫌良かったんですよね、うん、楽屋でずっと鼻歌歌ってたんです、ずっとねエグザイルの鼻歌をふんふんふん歌ってた高らかにお客さんに聞こえちゃいますよって楽屋の壁薄いからって言うてんのにずっと歌って、えあるそうですよ、うん、これは信憑性が高い、信憑性高いね、はい、でそしてですよ、はい、鼻歌だけなら私も、はい、あの喋っててもうテンション上がったんだろうね、はい、突然オカマになったえオカマってまさか、あのねなるみさんは知ってるんでしょ、はい、俺ね昔のラジオでこいつねオカマのキャラクターをやってたんですよ、はい、青木さんはやってましたね、はい、でオカマのキャラクターでもね、キャラクターはキャラクターやから、はい、青木さんがそんなねあのオカマのキャラクターを勝手に演じてる分に至ってはね、それは青木達彦がオカマになったっていうただの笑いどころですよ、はい、で青木さんどないしたんですか、どうしたんですか突然オカマになってって言うたら、こいつあろうことが達彦じゃないわよマチルダって呼んでって言うたらしいマチルダさんその子に向かってそれでね、僕はね、あのそこまでは目をつぶりますよ、オカマキャラを出すってことには目をつぶりますけど、はい、マチルダっていうキャラクターはね、このラジオを始める以前にその番組でできたコーナーのキャラクターだったわけですよ、はい、それをね、別に何も考えることなくね、そんな自分のただただ仕事場でね、周りの気を引きたいがために突然マチルダママの名前を出したんですよ。で、この番組を始めた時に、はい、いやオカマキャラはもうきついなって言ってたんですよ。だからマチルダっていうキャラクターはこの番組では封印してるんです。こいつが基本的にオカマで喋るっていうことはしないようにしてたんです。ただでも日常生活の中でそれを出すっていうことは、こいつはやっぱりオカマとしてやりたいんじゃないかって思ったの。あー、どうなんですか青木さん。違うわよ、別にあれよ、あなたそう、今あれよ、なんていうのかしらね、私だって別にね、開けたいわけじゃないの、お店をそんなに誰から構わず来ていいお店にしたいわけじゃないの。ただ、なんていうのかしらね、まあ、コスケちゃんとね、また、奈々子ちゃん来てくれてるわけじゃないなると、まあ久しぶりにねお店のね看板こうやって裏返してもいいんじゃないかしらっていうところがね、全く説明なしでさ言ってるけど、基本的にその前のラジオのコーナーでね、そうよ、マチルダっていうキャラ、岡間さんのキャラクター、まあ、そう目の前で言うともう失礼になっちゃうんやけど、そうよ、はい、マチルダママっていうキャラクターを青木達彦さんが、まあ、マチルダママと青木達彦さんが友達だったのかな。そうなの、そうなの、仲いいのよ。まあね、そのラジオの中でマチルダママのお店に遊びに行って、あのゲストさんがゲストさんをするというコーナーがあったんですよね。あったわ、あったよ。あとミヒャエルもいましたよね。うん、まあ、いたわよね、変な外人ね、まあ、スタジオの前のコンビニ、はい、いつもでっかい荷物持っているのよ。そういうキャラクターがおったんですよ、はい、うん、ミヒャエルはもうええわ。あいつ何、ミヒャエルはええわ、逃げるのよね、うん、こういうね。だって俺はミヒャエル日常生活で会うたことないもんこう、お前は急に会うて突然出したんだよ。誰でしょお前ってのあんた誰よあんた、コウスケでしょしくそ、誰こいつ、そういうことでしょ。じゃあさ、何よ、あのまたマチルダママのお店に行けばいいじゃん、このラジオでいやいやいいわよ、なんでこいつは自分から開いたんやろうと思って、いいわよ、その扉を。もうここまで来たら怖くないわ。あんたたちが収録する日教えなさいよ、仕込みしといてあげるから、まあ、そのためになるみさんが来たってのもあるんですけど、うん、あ、そのため用意。なるみさん、なんか相談事ある、はい、今どうしようかな。本当の無茶ぶりじゃない、これに関しては。あ、あるんだ。じゃあ、リアルな相談事していいですか。あるんだ、いいわよ、リアルな相談事くんの。いいわよ、どうぞ。私仕事するときに、はい、基本パソコンでいろいろやることが多いんですよ、うんうんうん、まあ、制作とかもやってるんで、うん、なんですけど最近寒いじゃないですか。そうね、暖房とかかけても、うん、手の先とかが冷えちゃって、ね、冷え性で手が動かなくなっちゃうんですよ。あら、もういろいろ試したけどダメで、うん、どうしたらいいかなっていう。あー、そうね、はい、あの末端冷え性って女性によく多いらしいの、はい、そうなんです。そう、あれってね、結構血流の流れであるとか、はい、そういうところに原因があるらしいから、うん、例えば全身マッサージ、
お風呂で体だけじゃなくて、そうそうそう、結構肩こりとかそういう血行不全によって起こるらしいから、はい、ちょっと長めにお風呂に入ってマッサージをするとかね、はいはいはい、そういうことをして血流の流れをもともと良くしてあげると結構ありがとうございます、はい、なんかすごいためになるアドバイスの横で、うん、怒ってもらっていいですか。まあ、この子はいいんじゃないかしら ね、 いいですかね。なんかしら私が真剣な相談をねしてるところでね、はい、ここで破っちゃダメよ、はい、この子はねそうやってねすぐに週刊誌を読み出すあなた昔からそうでしょう。お客さんあんたが呼んだ時は私と喋らして喋らないでしょう。だいぶ楽なんや。いかにして喋らないか。成美さんなんか基本的にトーク回してくれるからさ。コウスケさんはマチルダの前の相談ないの。そうよ、あんたの相談はないの。そうよ、ないの。相談、うん、何よ。最近かかっていいの。いいよ、かかってきてください。最近ね、よく人に騙されるんですよね。お、なんかちょっと私ヘビーな匂いを感じるわ。いや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 、あのね、まあまあもう結構前の話になるんですけど、はいはいはい、年末に、うん、まあ、最近ね、去年の夏から、うん、とあるまあ、さっきもちらっと名前出たのかな、うんうんうん、とある音楽ユニットさんにね、ダンサーとして加入させていただいてるんですけども、うんうん、まあ恒例行事とはいえですよ、はいはい、年末にね、うん、200何人おるステージ、200何人が見てらっしゃるステージの上で、はい、ワンマンコーナーで200超えすごいですよね。すごいですね、すごいわ、はい、うん、のところでですね、うん、盛大にドッキリをかまされまして、あら、はい、あら、あ、はい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 、しかもですね、舞台上で騙されるんじゃなくて、あらあら、その200何人いらっしゃるお客様全員が、うん、そのドッキリの内容を知ってらっしゃって、はい、もうほんまにその空間の中で俺一人が知らへん状態で、あれ、噂によると入場するじゃないですか、うんうん、入場するときにドッキリイベントみたいなチラシができてて、しっかり作り込まれたのはお客さん一人一人に配られてらしくって、それを知らないのはコウスケさんばかりだったらしいですよ、うん、盛大なドッキリね、はい、うん、え、でそれ何、じゃあ要は今ライブだから曲をやってて、はい、途中でやられるの、そういうこと。そうなんですね、だから言うたら曲が全く知らない曲が突然かかる、はいはい、僕はダンサーなので、うんうんうん、言うたらこのセットリストっていうね、はい、こういう曲を事前にやりますよっていうものについて準備をするわけですよ、はい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 、その日のなんていうか、そういう何かしらこうスケジュール的なね、音楽のプログラムがあるわけで、プログラム通りに行くもんやと思ってね、うん、じゃあほんだらもうメンバーさんが、うん、じゃあ次はこの曲いきます、聞いてください、何々って言うわけですよ、うんうんうん、ほんだらその何々に合わせて、うん、僕はもう体をバチッと作るわけですよ、そうね、はい、ほんだら何々じゃなくてどこどこの曲がかかるわけですよね、違う曲が、ね、違う曲が、はい、タイトルはそれなのにあれと A 曲がかかるはずなのに、うんうんうん、B 曲がかかるっていうね、うん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 、しかもね、まあ、B 曲やったら優しいですよ、はい、A から B に移行すればいいだけだから、うん、もっと言うとね、A から突然全く知らへん T 曲とかに振りも全く踊ったこともない ABCDEFGSIGBNNT ぐらいの曲にね、うん、聞いたことも見たこともない曲にいきなりチューニングが合わされて、はいはいはい、どうしたのそんな、踊りました、踊りましたよ、ごまかしたの、いやもう顔もうバッチリ顔見前の踊ってるお二人を見ながらバッチリ顔見、はい、そのお二人の顔がねにんまりしててね、またまたこれがわー、だっておもコウスケさんって面白くないですかリアクション、まあね面白いわよ、だから騙したくなっちゃうんですよ多分ね、はい、彼のね多分性格上ね、はい、騙されたと思っても止めちゃいけないって思ったりとか、真面目だからなんとかしなきゃって思う、言っていただいたよ、だからメンバーさんにも一皮むけた瞬間を見たで、コウスケさんは、うん、その相談ということは騙される、どうなりたいんですか。いやそうなんですよ、だから騙され、うん、騙す側に回りたいわけ、できるなら、いやなんかね、うん、ね、騙されてもうん、うろたえない強靭なハートを作るにはどうしたらいいでしょうかじゃあ分かった、じゃあ簡単なとこ教えましょう、はい、騙されたと思ったら、はい、逆に堂々としなさい、焦ったら向こうの思うツボだから、思うツボなんです、そうです、あのね、
私も自分のことあんま言いたくないけど、私も騙される経験が多いわけよ、はい、男にね、悪い男に騙されて今ここにね、そう悪い男どもにね騙されてね、こうなってるわけよあの今現状ね、はい、そうなってるんだけども、だからなんだろう、吹っ切っちゃう逆によし、もうよし俺は騙されたんだと、うん、私は騙されたんだと気づいたら、私は間違ってないっていう手を装ってドヤ顔で続ける。いや、いいじゃない、その何騙されたと思ってさ、二人前の二人ガン見してたんでしょ、うん、なんとか踊ろうと思って、前の二人どころじゃないよ、200人全員ガン見せたよ。じゃあもうそのまま行きましょう、私は間違ってないわよと、何私が、これが私のダンスよみたいな勢いで行ってしまえば、もうなんとかなるわよねー、もうどうしようかと思ったよ。お疲れ様でした。いやもうまあまあ、でもね、騙されてから気づく、まあ、そういうのはね、ちゃんと迎え入れてくれたんやなっていうね、ありがたいなと思いますよ。あなたあれよ、騙されるっていうのはね、でそこまで盛大なドッキリっていうのは、言うなればあんたのために200何人が動いたわけよ、うん、普通の生活で200何人が自分のその一瞬のために動くなんてないわよ、ないわ、無償で。そう考えると、その転換、これぞ、それ、ね、何度それが自分がどれだけ愛されてるかって噛み締めなさい、ね、はい、うん、ありがたいね、うん、本当にありがたいと思うわよ、私は。どうなんだろうね、その久々にこのマチルダママのさお店に来たけどさ、どう鈍ってない、なるみさん、どうよ。いや、なんだろうな、ブレてないよねもうこっちが地であるかのような、そりゃブレないわよ、それブレない、だってそりゃブレへんよ、日常やってんのもしかしてこっちの方が好きかもしれない何を言うの、何そういう、だって俺がちょっと見たけど、劇団の飲みの時もこいつこんなキャラで、違うわよ、うん、違うわよ、そんなんじゃないわよ、あんた白人の飲みの時ずっとこんなんや、違うわよそんな感じじゃないでしょ、何あなた何、私を落としたいのあんた何、私を落としたいの、何、どっかの資格、そのキャラクターをね使うんだったら、はい、こっちにも還元してくださいよっていうことです。分かったわ、じゃあいいわよ、定期的にゲストが来たら私の店来りゃいいじゃない、開いてあげるわよ、1時間うまくやったから結構割とゆっくり喋るからね、これ。そうでしょ、うん、だから前みたいに慌ただしくなくていいわよ、3人4人来てもいいわよ、かかってなさいよ、一旦さいよ、一旦さい出たね、一旦さい出たね、来なさいよ、まあそんなね、いつだって私はあんたが言う、もう帰んなさい、ほらもう店しまいよ、帰れ、はい、帰れ、ほら、目指すはモザイクの向こう側、土足ファッション。なるみさんが帰りました、はい、逃げ帰りました、はい、はい、帰りました、はい、多分青木さんのね、うん、なんかやらしかった、違う俺の目がやらしかったんじゃない、俺の目がやらしかったんじゃなくて、俺が豹変したから、うん、まあいろいろね、まあ、お店行ってきたんでしょ、まあ、お店行ってきた、お店行ってきたけどね、うん、自業自得やと思う本当に、いやー俺が悪い、びっくりしてたよ、一緒におった女の子、あそう、突然青木さん変わったんですけど、あれは何ですか、あれはマチルダだ言われてもポカンとしてたもん、知らんからまあね、まあマチルダさん僕のお知り合いなんですけどね、うん、まあ、そんなところに勝手に入っていたとかね、出張してるとかね、出張してたとかね、うん、びっくりした、はい、まあこれ2月よね、今2月なんですよね、はい、もうみんなバレンタインデーで死んでるんですよ ね、はい、死んだらいいね、ああ死んだらいいってやってるところなんだと思うんですけれども、まあまあ、僕あれなんですよ、なんだい、3月舞台やるんですよ、おう、はい、おう、あ、なんか言うてたね、そうなんですよ、告知しときましょうか、3月にね舞台やります、おい、東京のね、うん、千歳船橋アポックシアターっていうところで、お3月14日から22日までお、はい、やっておりますので、お、まあ、その18公演あるうちのね6公演お僕が出ますので、ぜひぜひ遊びに来てくださいなと思いますので、ね、はい、行きましょう、はい、みんな行きましょう、千歳船橋のアポックシアター、はい、キャパが50人ぐらいなんでね、うん、来たいっていう方はねちょっとお急ぎの方でお早めにね、うん、ご予約を取っていただけると、うん、チケットの方はね、まあ、僕のブログであったりとかツイッターの方でね、いえいえ、告知もしますし、メッセージくれればと思いますので、イエス、はい、でね、この舞台ね、まあ、新しい僕もねまだ全然
やったこともないね。お新しい劇団さんなんですけど、なるほど、劇団さん自体は結構古くやってて、うん、僕があの参加させてもらうのが初めて、初めて。あ、なるほど。あのね、まだ顔合わせも行ってないから、まあでもね、今実際のこの2月に放送されるこの回ではあれなんですけど、まあ、実際これが放送される頃にはきっと彼はいろいろヒーヒー言ってるんでしょうね、またね。まあ言ってるんだと思いますね。うん、もううるって言ってる、ね。どんな役なんだろうなとも思いつつ、あとね、あれです、まあ、フライヤーもそうなんですけど、これはちらっと聞いた話で、その時にあの実際どうなってるか分かんないんですけど、会場でパンフレットが言われてるそうです。おおおおおお、パンフレット。パンフレット。お店、あのその前、その公演のパンフレット。パンフレットだ。おお、なるほど。きちんと僕のね、あの写真とかね、プロフィールみたいなのもね、ページでパッと載るみたいなんで。おお、なるほど。はい、なんかあれですか、場所によってプロブロマイド的な意味合いのものもあるんだとかな。ね、なるほど。まだちゃんと詳しくは聞いてないんだけども、まあ、そういうものがあるよっていうのはちらっと聞いたので、もしよかったらそちらもお持ち帰りいただければなと思いますのでね。まあ、青木さんは100部買ってください。お一部いくらよ。一部帰ったはずの内藤さんが吹き出したね。一部いくらよ。一部いくら分かれへんけど、まあ、まあ、いくらであっても100部買ってください。100円やったらいいよ。100円かな、一部100円やったら考えたら、まあ、なるみさんと青木さんで100部ずつ買っていただくっていうことで、あ、100部ずつなんだ、ね、はい、こちらもガッポガッポになるので、なるほどね、ぜひ買ってください。いやです、はい。まあ彼がね、舞台、ちゃんと舞台やるのは久々にね、やるということで、僕もだいぶその辺は楽しみにしてるんですわ。だからね、ぜひぜひ、1年ぶりよ、本当1年ぶり、うん、楽しまして、楽しむよ、楽しまして、そして楽しんで、うん、うん、ぜひね、皆さんアポクシアター 3月か14日から22日まで全18公演のうち6公演、うん、彼が出るということなので、はい、ぜひぜひチケットの予約をお願いいたします。はい、お好み焼きは関西風が好き、土足パッション。それでは、土足パッション、そろそろお別れの時間でございます。えい、はい、まあ、今回ね、ゲームの特集ということでね、名作ゲームいろいろお話しさせていただきましたけど、うん、まあいろいろ名作ゲームいっぱいあるわけですよ。あります、あります。やりたいゲームもいっぱいありますよ。あります、あります。はいはいはい、はい、まあね、なんだろうな、まあ、とりあえずコウスケ君は近々ビータを買うということでいいの。ビータを買う、ビータを買うということ。ビータを買うね、うん、ライブはライブ、なるみさんの言ってはったやつは、うん、多分まだそのあれになってない、なってないけど、コウスケは何て言ってたっけ、何言ってたっけ。あれはね、デュープリズム。デュープリズム、それはあるの。あるある、あ、ほんま。で、放送では言えなかったけども、うん、ベアルファリスっていうゲーム、ね、全然わからない。面白いよ、いっぱいあるんですよ。いっぱいある、いっぱいある、はい。まあ僕の黄金の太陽なんかちょっとまだ配信とかそれないんですけどね。そうなんですよね。結構なるみさんが喋ってたね、パネルでポン、俺もちょっと知ってるけど。あ、そうなん、うん、あのね、結構ね、ゲームキューブかな、なんかリメイクされて、ヨッシーの、ほら、ヨッシーの卵、はぁはぁ、ヨッシーの卵とヨッシーのクッキーと、うん、パネルでポンが一緒になったっていうゲームが一回発売されてたの見たことある。はぁ、そんなのがあるんですか。面白いらしい、なるポンとパネポン、俺らのでもやつやったら、でもドカポン、あ、ドカポンは知ってる、ドカポン、うん、あとドカベン、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 山田志郎かな。うん、ちょっと違う意味合いになってきてるけど、最近気づいてんけどさ、女の子でよう流行ってるさ、うん、やってほしいのかな、ね、壁ドン、壁ドン、うん、あれアナログラムにしたらドカベンになる。入れ替えたらってことでしょ。見たくない、ドカベンの壁ドン、ドカベンの壁ドン、山田二郎がなんかドンってやんの。山田太郎や、山田太郎か、うん、だからバンってやって、え、耳元でね、うん、こうバンってやるわけじゃない、うん、バンってやるわけですよ、壁ドンをね、うん、ドカベンがバンってやって、うん、耳元で、うん、大ボールがあるもんって歌うわけです。ほんだら困ってるやん、 D が。あなたに、あなたに、花丸弁当を食べさせてあげたいみたいな、花丸弁当って何やん、日の丸弁当な、日の丸弁当を食べさせてあげたいって思っちゃうわけですよ、それでね。じゃあ皆さん、3月14日22日彼が出る回には日の丸弁当を、持って、で買えるのであれば彼の出てる公演のパンフレットを100部買ってあげてください。はい、ぜひぜひ、はい、はい、では本日はありがとうございました。
皆さん、おこんばんちは。私は相川ボボエ、ボボちゃんって呼んでね。私の夢はニューハーフの、ニューハーフによるニューハーフのためのメイド喫茶をオープンさせたいの。その夢を叶えるたびに、この度私本物のメイドさんになったのよ。ギャー、恥ずかしい。あ、もうとにかく私の活躍を知りたければメイタマで検索すること。ちょっと聞いてるの？あら、やだ、あなたなかなかイケメンじゃない。ああ、お待ちになって。